安い価格で販売されている方がすごく多い。もったいない。で、時給に換算してほしいんですよ。数百円あればいいかもしれないっていう人が本当に多い。先生、こんにちは。こんにちは。先生、本日ははい。どういったお話をしていただけますか？今日はですね、画家として生きるために絶対やってはいけないことっていうテーマでちょっと話をしようかなと思ってます。絶対にやってはいけないこと、はい。もう禁忌というか。もう僕の中では禁忌だなと思ってます。もう本当にだから絵を描いて、それを売って生きていきたいと思ってる人ですよね。画家を生業として生活していきたいと思ってる人に向けて、今日はちょっとお話ししたいなと思ってるんですけど。なんで結構、なんだろう。ズバという内容っていうか、まあお金の話ですよでもそこ一番大事なところですよね、やっぱり。そう、やっぱり、まあ、相談もすごくたくさんいただくテーマでもあるので、まあ、今回ちょっと動画にしようかなと思った感じではありますね。で、ズバリ、もう結論先に言いますけど、安売りしないっていうことです。やっぱりですね、まあその、まあ、画家さんだけに限らず、日本人はすごく優しい方が多いと思うので、やっぱり、まあ、特に形のないものを売る、まあ、画家の場合は絵を描いて絵を売ってますけど、まあ、それこそ、まあ、コンサルティングとか、まあ、整体師さん、なんか揉んだりとか、リラクゼーションとか。で、自分の体があれば、いつでもどこでも、ただでできることをやってる人って、やっぱどうしても初めお金をもらうっていうことに対して申し訳ないっていう気持ちを、まあ、少なからず持たれてる方がすごく多いんですよ。で、やっぱり、その絵を描いてる方も、まあ、これまで僕は、たくさんいろいろな方とお会いさせていただいて話してる中でも、やっぱりそこのハードル。いや、ただでもいいのになっていうところで、もうものすごく時間をかけて、ものすごく上手な素敵な作品を描くのに3000円、5000円っていう、まあ、ちょっと表現ストレートですけど、安い価格で販売されている方がすごく多いなと思っていて、ですごくもったいないと思ってるんですよ。というのも、やっぱり1枚の作品描くってめちゃめちゃ時間かかってるわけですよね。鉛筆画とかですごい緻密な絵を描く方って、もうそれこそもう10時間以上、かけて1枚仕上げて。で、それを7、8000円とかで。で、時給に換算してほしいんですよ。数百円ですもんね、そしたら。そう。数百円あればいいかもしれないっていう人が本当に多いんですよね。で、本当に、まあ、僕はもともといろんなビジネスやってきたから、ちょっとビジネス的な観点から、この画家って仕事を見た場合、ものすごく費用対効果が悪い仕事だなと思ってるんですよ。というのは、やっぱりもう物理的に自分が描いて売るっていうモデルだけでやった場合、もう単純にその自分の労働に比例して、その売り上げが決まっていくわけですよね。単純に制作した数かける単価が自分の収入になるっていう感じなんで。で、どっちを上げるかっていうと、そのもちろん数をこなしてあげるっていうのも選択肢としてはあるんですけども、まあ、やっぱりしんどい。僕としては思うし、まあ、それによって作品の質が落ちるのであれば、結果それは、まあ、ゆくゆくは、その、自分に対するファンが減っていくとか、まあ、人気っていうところにも、まあ、影響は出てくると思うので、やっぱりそこはあんまりお勧めしたくはないなと思っていて。で、それともっと重要なのがですね、その集客っていうところなんですよ。やっぱり、いい絵をどんなに描いていても、実際、その、売れる、売れないっていうのは、なんだろうな、単純な作品というよりも、それをいかに、その価値を感じてもらえる人に届けれるかっていうところ。その集客っていうところがものすごくハードルが高くて、で、これって面白い話で、1000円の作品を売るのも、1万円、5万円、10万円の作品を売るのも、そこに使う労力って一緒なんですよそれは、そのお客さんに届けるところを考えるってところですか？そうです、そうです。こっちの物理的なやる作業として。連絡とかアプローチとか、なんかそういった作業っていうのは全部一緒なんで、じゃあどこでも、実際、それによって得られる結果って価格設定全然違うんですよ。もう1日24時間は、まあ、どんな人であれ、等しく平等じゃないですか。でも、その中で、1年間で1億円稼ぐ人もいれば、3000万稼ぐ人もいれば、1000万。
それこそ300万、100万稼ぐ人がいるわけですよね。じゃあ何が違うのかって言ったら、単純に方程式が違うだけなんですよ。そこに使える時間っていうのはみんな同じ等しく平等で、じゃあそれをどう使うか、どういう掛け算にするかで出てくる答えが変わっているだけで、じゃあその画家としての職業、でも24時間の中でももちろん生活がありますし、まあ、そこに割ける時間で自分に負荷のかからない働き方をして自分が手に入れたい未来を手に入れるには、まあ、やっぱり価格っていうところを上げていくしかないんですよ。うん。安売りはしない。そうです。じゃあ具体的にいくらつければいいのっていうところなんですけど、やっぱり一番はマインドセットっていうのがあるので、自分が、この価格でもぶっちゃけ安いんだよな。くらいが多分売りやすい金額ではあるんですよね。でもそうすると、でもじゃあそれが結果3000円なんですってなっちゃってると思うんで、まずはそこから自分がちょっとでいいんで、高値をつけて、1万円、2万円、3万円って価格帯がいいと思うんですけど、それで実際に売ってみる。で、おそらく初めに売れる人っていうのは、もう元々つながりがある方、知り合いの方。で、自分自身が画家としてやりたいという話をしているのであれば、その応援してくれる人って絶対出てくるはずなんですよ。現時点にいるのであれば、その方でがいいと思いますし、まあ、まだいないっていうところであれば、そういうまず発信を始めるというところからしていただくと、絶対応援者っていう方が出てくるので、で、そういう方に対して、絵を描いて買ってほしいですと。予算はいくら決めますかみたいな。1万円です。だといくら、いかがですかみたいな。で、先にもう値段を決めてしまって、じゃあそれに見合う絵描いてきますって言って描くとか、そういうところから始めるといいかなと思うんですよね。なんか実際にやっぱそのお金をいただくっていう体験を一度でもすると見え方は絶対変わるんですよ、世界が。で、3000円、5000円って確かに、まあ、メルカリとかココナラとかですかね、なんかそういうので出せばすぐポンと売れると思うんですけど、やっぱり自分を犠牲にしてる、特に時間を犠牲にしてるんですけど、やっぱり自分を削ってていることでしかないと思うんで、やっぱ自分が望む未来豊かさにつながる人っていうのは少ないんじゃないのかなと。まあそれはやっぱり画家を職業にしたいと思ってる方の中で言えば、多分そこが自分の未来とのギャップ、は絶対に感じるポイントになるのかなと思うので、もう絶対価格はもう最初のどんなに売れてなくて もう絶対価格は下げないっていうところ、そこは、僕が、まあ、画家として生きていく上で、絶対にやっちゃいけないことかなと思ってます。そう、それでやっぱりいただく意見として多いのが、あの周りの相場と比較して値段を決めてるって方がめちゃくちゃ多いんですよ。やっぱ自分より上手い絵を描いてるってその人が思ってる方が、この値段だから自分はちょっともうちょっと下げた値段で売ろうかなみたいな、でそういう方がすごく多いんですけど、もうそれはもう完全に無視してほしいんですよ。それこそ僕なんて画家になってまだ2年しか経ってなくて、まあ、先生という方もいますけど、まあ、やっぱり先生に見ていただいたら、まあ、いろいろご指摘だったり、まあ、いろいろアドバイスをいただくわけで、でやっぱそこの先生と比較したら、もう全然今みたいな値段での販売なんてできないわけですよね。でも結局は作品の価値を決めるのはお客さんなんですよ。お客さんが満足感、納得感を持って払える金額であれば、まあそれは物と物との交換、価値と価値との交換としては成り立っているので、周りの同業の目は一切気にせずに値決めをしていくのがいいかなと思います。で、お客さんにとっても作品の良し悪しっていうのは、まあ、結局その人がどういう思いで描いてるのかとか、まあそういう別の動画でもお話しした内容ですけど、まあ、売れる画家と売れない画家っていうテーマでお話しした回があるので、まあ、この動画もちょっと合わせて見てほしいんですけど、まあ、その価値付けっていうところで、まあ、バックグラウンドだったり思いっていうことを知ることで、まあ、他の作品とは比較対象から外れるんですよね。でこの人を応援したい、この人の絵だから欲しいっていう風な、なんだろう、判断基準に変わるの で、そうすると価格って正直いくらでもいいんですよ。なんでそこはもうご自身が納得感のある価格、ただ最初はやっぱりどうしてもハードルが高いと思うんで、まずは背伸びした価格
今3000円5000円で売ってるのであれば1万円2万円3万円って価格帯からつけてもらって、でお客さんとのまた話とかコミュニケーションを実態取りながら、でもっともっと価格を上げるチャレンジをしていく、であとはですね、そう僕個人としてはそのやっぱこの業界って号数に応じて値段を決めるっていうのが、あると思うんですけど、やっぱそこも世界から見たら日本独自なのかマイノリティな決め方なのかなと僕個人としては思ってるので、やっぱり小さいから安いっていう考え方を手放した方がいいと思うんですよね。もちろんその物理的に大きい作品の方が労力がかかると思うんですけど、じゃあそれがいい絵なのか悪い絵なのかっていう判断は結局はお客さんがするものなので、サイズじゃないと表現できないものっていうのは絶対にあると思うんで、だから価格関係なく自分が表現したいものが結果このサイズだったっていうのが僕の作品作りの根底にはあるので、その作品に応じて値段の何だろう大なり小なりを決めるっていうのは、やめていいのかなと、思ってます。まあ、なのでですね、今回の動画はちょっとまとめさせていただくと、その画家としてやっていく上で、一番やってはいけないこととして安売りをするということ、これをちょっと、まずは肝に銘じるというか、頭の片隅に入れていただいて、今後を過ごしていただくといいかなと思ってます。引き続き、役立つ情報をですね、発信したいと思いますので、コメント欄に、ご質問等ある方はぜひご記入いただいて、それとですね、グッドボタンと、あとチャンネル登録まだの方はぜひチャンネル登録をお願いします。それでは引き続き、よろしくお願いします。